従来の、ジオランダ MT プラス G001C は、まあ、タイヤ的にトータル的にはすごいバランスの取れたいい商品でした。でその商品に対して、まあ、従来の性能を損なわずに、まあ、マッド性能や、まあ、ロック性能といったオフロード性能とあとは対摩耗性能を向上しました。でもう一つは、まあ、見た目的にもすごくかっこいいような、デザインを採用するっていうのが今回の開発の、まあ、3つの大きなポイントでした。まず見てください、この見た目、これかっこいいと思うんですけど、このサイドウォール、こういうのが僕の中では一番好きなポイントになってます。ホイールを組んだ状態で左右どちらのタイヤにも組めるのがまずメリットなことと、一般ユーザーの方にも背面タイヤが1本で済むのでとても安心できると思います。ハンドリングが素直になりまして、ラリーという場で素直に向きが変えれるので、それがとても好印象です。大阪さん、結構ジオランダー履き続けてらっしゃいますけど、はい、今回の MT はどうなんですか？もう見た目がかなりアグレッシブになりましたよね。そうですね、このサイドの、はい、このブロックの飛び出し量すごいですね。すごいですね。トレッドのパターンも結構今っぽいです。はい、アメリカのオフロードタイヤのイメージに近づきましたね。そうですね。これどんな乗り味なのかちょっと乗ってみましょうか。そうですね、やっぱり今までの MT よりも相当剛性が上がってるというか、はい、しっかり感が増したように感じられますね。ハンドルを切った時の手応えがダイレクト感が増している印象ですね。そうですね。今結構急なヒルクライブ登ってます。砂利混じりの割と足場の悪い、結構いますね。そうですね。あー、タッチここ折れてますね。アクティブトラクションコントロール A トラックが効くんですけれども、はい、効き方がすごい鋭いというか、あこれ蹴りますね。はい、短時間にこうグリップを獲得してくれる感じですね。あー、本当だ本当だ。蹴る力が強いですね。そうですね。もっとこう空転する感じがなくて、はい、前にグイグイ、はい、従来の MT だとちょっと転がりながらグリップを得ているというようなイメージが強かったんですけど、そうですね、新しいのだともうグリップして進むというグリップ感がすごく強くなっていると思います。僕が主に走ってるアメリカのデザートレースで使われているタイヤがまさにこういうゴツゴツしたタフな MT タイヤが最近の主流になってるんですね。向こうのトップクラスのコロビトラックなんていうのは800馬力もあるんですね。そういうタイヤでもとにかくアクセル全開で走り続けますんで、とにかくブロックがちぎれちゃうとか切れちゃうとか、そういうのも致命傷になるんで、圧倒的な性能とともにとにかくどんな走り方をしても壊れないタイヤ、ついに僕が昔からこう熱望していたタイヤを作っていただけたということで、今後のバハでこのタイヤを履いて僕もちょっと一晴れできるかなと楽しみにしてます。